はかつての話ということだそうなんですが、それからこちらをご覧ください。田園調布の住宅は、まあ、妻の綾乃さんとの住宅でして、その業者の話では別荘みたいな感じだったので、この家の存在自体知られなかったということなんですが、別の知人によれば間違いなく夫婦2人は愛し合っていた。